東京五輪、北、中米カリブ海、サッカー連盟、コンカカーフよ、の準決勝が現地時間28日に行われ、ホンジュラとメキシコが決勝に進むとともに、本大会で、を決めた。準決勝で、ホンジュラスに敗れた、リカは、これで3大会連続で、五輪出場を逃した、とになった。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、A 大も前回のロシアワールドカップで予選敗退終わったとはいえ、総合的に見れば近年のアリカは北、中米カリブ海地域の共同国の一角、3回連続で五輪不出場という成績は意外に感られるかもしれない。 しかも現在のアメリカ、若手大国とも言えるほど欧州の強豪クラブ、活躍する若手選手が数多く出てきている上、チェルシーの MF クリスチャン・プリシッチや、ベントスの MF ウェストン・マッケニー、バルセ、ナの DF セルジーニョですと、ボルシアドル、ムントの MF ・ジョバン・ニ・レーナなどはいずれ、年齢的には、東京五輪に出場可能だった選手、チダ。だが、上記の選手たちのいずれも、 メキシで開催されていた五輪予選には参加していい。五輪代表には各クラブに対して選手拠出、強制力がなく、新型コロナウイルス感染の影もある中で各クラブが派遣を拒んだことがな理由だと見られている。負傷中の負けにを除くプリシッチですと、例ならはアメリ A 代表に招集され、欧州での国際新世に試合を戦っている。 結果的に国内組を中心としたメンバーで五輪予選に臨んだアメリカだがあと一歩敗退という結果に終わった。欧州の選手たち呼ぶことができればおそらくチームはもう良い状態になっていただろう。だがそれが難い,いことは誰もがわかっているとジェイソン・クレイス監督は 試合後にコメントしているメリカが苦しいメンバー構成だったことに得て、ホンジュラスがこの年代の強豪国であ、ことも見逃せない。2012年ロンドン大会では日本、表と共にグループステージでも6個、ス・インを抑えて、決勝トーナメントに進出。前回、2016年リオデジャネイロ大会では今回と、同じくメリカを破って予選を突破し、 本大会では杉、最高となる4位の好成績を収めていた。涼 <music>